はい、こんにちは。今日はエルビゾンテのお財布を紹介します。ご覧の通りですね、こういった感じでラウンドファスナーになっておりまして、中を開けますと小銭入れ、そしてカードポケットとお札入れと、ラウンドファスナーなのでこうきちっとね全部が閉まるっていう、この安心感もあるのが一つ魅力かなと思います。で、今回はこちらの財布のまず外観と中身、そして最後にカードと小銭とお札を入れて実際の入れた感じを見ていきたいと思います。はい、まずは外観からです。エルビゾンテのお財布なのでね、まずここにエルビゾンテのロゴが大きく、刻印されております。で、こちら色はですねブルーになっております。ブルーなんですけど、結構ね映像で見るともしかしたら黒っぽく見えるかもしれないんですけど、結構深い青なので落ち着いた印象があります。フォーマルでも、モテるかなというレベルですね。はい、で、刻印が表にありまして、裏側はこんな感じです。シボ感がねすごく美しくて、さすがエルビゾンテの革という感じなんですね。で、このシボ感がこのあることで手に持った感じのこの手触りがねすごくいいです。で、横面はこんな感じになってます。で、使われている糸縫製はですね比較的ちょっと太めなんですかね、そんなに目立たない、透明で見るとねほとんど目立たないぐらいの感じで、レザーと同じ色の糸が使われているので、全然目立たないです。こんな感じでコの字型に縫われています。はい、で、ファスナーなんですけども、こちらはですねメーカーは特に書いてないですね。だいたい YKK が多いんですけど、動きがねちょっとこれ残念なポイントなんですけど、少し硬いんですね。で、これ使っていくうちに柔らかくなるのか、果たしてこのままずっと硬いままなのか、ちょっと気になります。硬いって言っても全然引っかかって動かないとかっていうレベルではないんですけど、なんか特有のスムーズな動く感じっていうのがちょっとないので、若干ストレスを感じます。なので、この辺は気になる方はもしかしたら気になるかもしれないです。結構この持ち手のレザーの部分、これも持ち手もねレザーになってるんですけど、ここに結構力を入れないと開けられないっていう感じがします。はい、で、持ち手の部分はですねこんな感じで同じレザーが使われてまして、アクセントでこう糸が縫い糸がねこうやって見える仕様になっています。アクセントっていうか実際に留めるために使ってる糸だと思うんですけど、これがまたね味があっていいと思いますね。で、この側面のファスナーのこの部分、ここは糸に縫われていて、帆布っぽい布ですねが使われています。色が同じなので統一感が非常にあります。で、ファスナーは全体が金色という感じですね。はい、実際に中身を見ていきたいと思います。こんな感じで開けるとですね、非常に高級感があって個人的にはすごく好きなデザインです。まず右側に、小銭入れですね。こちらそんなに大きくないんですけど、エルビゾンテの小銭入れのこの内側の革ってね結構薄く作ってるんですね。なので広くないんですけど開けやすいです。開口部結構ガッと広がります。後ほど小銭入れていきますけども、このサイズにしては比較的見やすいんじゃないかなという気がいたします。内側の床面ですね、こちらも綺麗に処理がされておりますので全く問題ないかなというところです。はい、で、上の蓋の部分ですね、蓋の部分はこんな感じで指が入ります。特に意味はないんですけど、で、ボタンですね、ボタンも金色のボタンが使われています。しっかり閉まりますね。で、ボタンをの押す部分、ここもやっぱりちょっとエイジングでね徐々に跡はついてくるかなと思うんですけど、この辺りは好みが分かれそうなところです。で、小銭の上にもですねこうポケットがありますので、カードを入れてもいいですし、何かねレシートとかいろいろな他のものを入れてもいいかなと思います。こっち側にもカードポケットがあります。さらに、ここの左側にですねエルビゾンテのロゴが刻印されてまして、上にカードポケットが3枚あります。で、エルビゾンテ特有のこう波型の切れ込みが入っています。で、さらにカードポケットの裏にもポケットが、大きいポケットがついています。なのでポケットだけで単純に数えると 3,4,5,6 6個ポケットがついています。なのでメインのカードはここに3枚で、あまり使わないカードをこの左右に入れていくっていう感じがいいんじゃないかなと思います。お札入れですね。お札も一般的なサイズ感かなと思います。十分入れやすい大きさになっていると思いますね。で、内側がですね、こんな感じで布が折りたためていて、ここが床面になっています。で、反対側がですねここ
ちょっと映像だと伝わらないかもしれないんですけど、ここはハンプになっています。黒いハンプですね。ここはレザーで、ここがハンプです。でハンプなんですけど、作りかなりしっかりしてますので、まあ、全く問題ないかなと思いますね。はい、実際にカードを入れていきたいと思います。プラスチックの一般的なサンプルのカード10枚ありますので、こちらを入れていきます。まずは一般的なカードポケットですね。やはりさすがイルビゾンテという感じで、ここのカードもね結構薄く作られているので、新品にしては非常に柔らかくて入れやすいです。スッと入っていきます。こんな感じです。そして、横側ですね、このサイドにも入れていきます。ちょっと深めなんですけど、まあ、取り出しやすい位置にあるというかなと思いますね。手入れると指がスッと届きますね。そして反対側、こちらにも入れていって、最後ここに入れると、はい、こんな感じです。まあ、ここのメインのカードポケット以外は結構深いので、カードを入れるとすっぽり隠れますね。まあ、これがね取り出しにくさにつながるっちゃつながるんですけど、カードが見えないっていうこの見た目のね良さにつながるので、個人的にはこれぐらいちょうどいいかなと思います。あまり深すぎず浅すぎずっていう感じで、取り出しやすいしカードも隠れるしっていう感じで、ちょうどいいサイズ感ですね。でカードを入れて閉めるとこんな感じですね。まあ、もちろんあの触った時にあカード入ってるなっていうこの硬い感じは分かるんですけど、膨らみもねこのサイズによりも膨らむようなこともないので、今6枚入れた感じでこれぐらいです。で6枚以上入るかっていう話なんですけど、とりあえずねここにはもう入らないですね。でこの裏、ここに1枚入れました。そして逆サイドにも1枚入れました。そしてここに1枚、ちょっときついですね。きついけど入ります。取り出しにくさはね多少やっぱかなり当たってくるので、取り出しにくさは若干あるんですけど、収納するっていう意味では問題なく入ります。まあ結構膨らんじゃって、あと小銭とか入れた場合にかなり使いづらくなっちゃう気もするので、まあ、理想は6枚ぐらいがやっぱりいいのかなと思いますね。一つのポケットにカード1枚っていう感じで入れていくのがいいと思います。あまり無理に入れてしまうとレザーのね革にもあまり負担がかかって良くないと思うので、だいたい6枚ぐらいで運用するのがちょうどいいかなと個人的には感じました。はい、続いてお札入れていきます。1万円札2枚と5000円札、1000円が4枚で2万9000円あります。こちらを入れていきます。はい、こんな感じです。入れた感じのファーストインプレッションとしては、若干奥に入れた時に狭いかなっていう印象があります。ここの横幅自体は十分確保されているので、入れやすさ、入り口の広さっていうのは問題ないんですけど、中に入れた時にこうねちょっとはみ出てしまうっていうのが分かると思うんですけど、中に行くにつれてやっぱり狭いんですね。奥にこうこの奥がどうしても狭くなるって構造上仕方ないんですけど、そういう印象を受けます。なのでこれぐらいのお札を入れると、ぴったり入れるにはかなり気を使ってグッグッと入れないといけないというよりも、まあちょっとやっぱはみ出ちゃいますね。まあ、はみ出たとしてもこのファスナーに干渉しなければ問題ないとは思うので、まあ、これぐらいでこう閉まるっていう感じですね。なので2万9000分ぐらい、これぐらいの枚数を入れた場合は少し気を使うというところです。で入り口は広いので、お札の取り出しやすさは全くこういった感じで問題ないかなと思います。で特に仕切り等はないので、レシート等とうまく仕切りたいよって人は少し工夫が必要ですね。まあ、お札を入れてこのポケットにレジート入れるとか、ちょっと違った使い方が必要になるかもしれません。はい、最後小銭です。10枚ほど小銭ありますので、こちらを入れていきます。はい、こんな感じで入りました。入れた感じはですね、やっぱりこのレザーがすごく柔らかいので入れやすいなと思いました。入り口の開口部はですね、このサイズにしては見やすいけど、まあ、実用性は少しちょっと落ちるかなという気がします。なので頻繁に小銭を使う人は少し見づらい印象を受けると思います。でなおかつこう小銭がこれぐらい入ってると下でこう膨らんじゃいますね。で後もこうやって結構見えます。でボタンをね閉める時も
何も入ってない時に比べてやっぱりこう段差みたいになっちゃうんですね。こういった感じで、なので若干ボタンが締めづらさあります。でこれぐらい入れた状態で、締めると、こんな感じですね。まあ、外に膨らみはさすがに出てこないですね。ただまあ最初よりもちょっと膨らんだなっていうのは分かります。ただこれだけ入れてもこれ以上膨らまないっていう感じがあるので安心感はありますね。で実用面ではやはりちょっと小銭がこれぐらい入ってると分厚くなってしまって、なんとなく気持ちよくはないなという気がします。なので小銭は本当最小限5枚とかにしたいかなっていうのは個人的に思いました。で最近はもうキャッシュレス、僕の場合キャッシュレスなので、基本的にお札とカードだけで、あとはもうほとんどスマホで支払うっていう感じなので、小銭は持ち歩いてないんですね。でたまに出ちゃった時だけ、お札を使って小銭が出ちゃった時だけ入れるっていう感じが多いので、まあ、そういう使い方であれば全然これぐらいの小銭のサイズでもいいと思います。はい、でこのエリビゾンテの財布ね、まず第一印象としてはすごくレザーの質感が最高です。で色もね、これブルーなんですけど深いブルーですごく個人的に気に入りました。で上げた時になんかきちっとしてる感じがして、非常に満足感が高いです。でカードも取り出しやすいですし、お札の入り口も広いということで非常に万能でバランスの取れたお財布かなと思います。でこちらの商品の詳細概要欄にリンク貼っておりますので、ぜひチェックしてみてください。こちらの動画がそうしてもお役に立ちましたら高評価ボタンいただけると嬉しいです。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。